ヘルノーはアメリカ合衆国のプロレス団体 WWE で活動するケインとダニエル・ブライアンによるタッグチーム。チーム名は悪魔が信頼を寄せる怪物の異名を持つケインとノーを連呼するダニエル・ブライアンという二人のキャラクターに由来する。二人はもともとは構想する敵同士であったが、当時の RAW のゼネラルマネージャー、アージリーによって二人はアンガーマネジメントクラスへの 出席が命じられ、二人は強制的にチームを組まされた。機能不全のチームであるにもかかわらず、タッグチーム王座戦では勝利した。オーバーザリミットで行われた WWE 王座戦で CM パンクに敗れたダニエル・ブライアンは、パンクがブライアンをホールしたすぐ後にタップしたことを理由にノーウェイアウトでの再戦を要求した。 ppv が迫る中、5月18日のスマックダウンでは、パンク対ケイン戦が、ブライアンが実況席につく中行われた。その試合にブライアンは乱入し、パイプ椅子でケインを攻撃、パンクに罪を着せ、ケインがパンクを攻撃するように仕向けた。5月21日の RAW で、ブライアンはケインと対戦し、パンクの仕返しによって、 今度はブライアンがケインに狙われるよう追い込まれた。以後、ケインは自分が利用されたことから、ブライアンとパンクの両者を無差別に攻撃の対象とした。この間、3人とブライアンに振られて、情緒不安定になっていたアージの恋愛アングルが進行。6月1日のスマックダウンで行われた、パンク対ケインの WWE 王座戦には、ブライアンが乱入し両者を強襲したが、 ケインは、ブライアンと、パンクにチョークスラムを浴びせた。これを受けて、GM のジョン・ローリネーティスは、ノーウェイアウトにおいて、パンク対ブライアン、ケインのトリプルスレッドマッチの WWE、王座戦を行うことを決定。その王座戦でパンクはケインをフォールして、勝利を収めた。その後、マネーイン・ザ・バンクの王座戦でも敗れた、ダニエル・ブライアンは、7月16日の、 RAW でアージにプロポーズし、翌週の RAW 旋回特番で結婚式を挙げることを決定した。しかし、結婚式の最中、アージはブライアンを拒否し、ビンスマクマホンから受けた RAW の GM 就任の誘いを選んだ。ブライアンは式の飾りを破壊するほどに激怒したが、その後、CM パンクやザロック、ゲストのチャーリーシーンにまで馬鹿にされ、 自信過剰だったブライアンの性格は短期で神経質なものへと変容した。ブライアンは7月30日の RAW でシェーマスにストリートファイト戦で敗れた後、アージから婚約中に彼女を精神病院に入れようをしていたことに対する復讐として心理検査を受けるよう命令された。検査の途中、ケインが自身をブライアンのセラピストだとして襲撃したことを受け、 8月6日の RAW でアージは、ブライアンとケインをサマースラムで対戦させることを決定。試合はブライアンがロールアップで勝利したが、激怒したケインはバックステージで暴れ回った。サマースラム戦の後、ケインはブライアンとの再戦を要求して、ますます暴力的になり、ブライアンはファンがイエスちゃんとを繰り返すことに耐えきれず、 試合やインタビュー中に怒りを爆発させるようになった。ブライアンとケインの問題を解決するため、アージは二人をドクター・シェルビーのアンガーマネジメントクラスに参加させ、その後ハグイットアウトを行うように命じた。ドクター・シェルビーとアージは二人をタッグチーム王座戦の第一挑戦者を決定するためとして、プライムタイムプレイヤーズと対戦させることを決定。 9月10日の RAW で敵対する者同士の二人は小競り合いや内紛をしながらも結果的に勝利し王座戦の第一挑戦者に内定した。さらにはナイトオブチャンピオンズにて王者であるコッフィキングストンアールトゥルースにも勝利しタッグチーム王者となった。ブライアント・ケインは RAW にて前王者からの再戦にも勝利することに成功。 翌週の RAW ではファンからの投票によって、ヘルノーがタッグチーム名として決定した。2012年10月28日のヘルイン・アセルで、ヘルノーはローデス・スカラーズに反則裁定で敗れたものの、王座は保持した。10月29日の RAW で、ダニエル・ブライアント・ケインは、チームフォーリーのメンバーに選ばれ、サバイバーシリーズの伝統である、チームエリミネーションマッチで、 チームジグラーと対峙することとなった。また、二人は、WWE 名にイベントで、ローデススカラーズからの再度の挑戦も退けた。12月3日の RAW で、ミズ TV に CM パンクが参加する中、ザシールドに襲われていたライバックの手助けをしたことで、ベビーフェイスとヒールの中間というキャラクターを確立した。騒乱の中、パンクは膝を負傷。 ライバックは TLC にて彼の持つ王座に TLC 戦で挑戦するはずだったが、ビンスマクマホンによって TLC にてチームヘルノーと組んでザシールドと TLC 戦を行うことが決定されたものの敗北した。その後もローデススカラーズと交想を続け、結局のところ王座戦では参戦すべて防衛。他にも NXT でジョニー・カーティス マイケル・マクギリカティ、RAW で3メガバイトから、大座防衛。ロイヤル・ランブルや、エリミネーション・チェンバーではブライアンがケインを裏切って、脱落させたり、その後の RAW や、スマックダウンで、プライムタイムプレイヤーズ戦で、目隠しや、片腕縛りの状態で試合を行ってからの、仲間あるなど、喧嘩の種も多いが大きな仲たがいは起こさず、続く、プライムタイムとの普通の試合では、 平常通りの勝利を挙げた。レッスルマニアでは、ドルフ・ジグラービッグ、イーラングストンから、王座防衛。シールドとの抗争が再発し、ジ・アンダーテイカーまでも巻き込み戦いを続けたが、劣勢が続き、最後は5月のエクストリームルールズで、セスロリンズロマン・レインズとのタック王座戦に敗れ、さらに再戦でも取得ならず。ランディオートンが抗争に巻き込まれ、 さらなる戦いを繰り広げ、結果的にブライアンオートンが6月ペイバックでのタック王座戦を行うことに決まった。それによりブライアンはヘルノーの解散を示唆。結果王座取得もならず、さらに確執を深め、最後は自然消滅のような形で終了する結果となった。ただし、7月の日本公演ではシールドとの戦いにシェーマスやシナと 組6人タック戦をつ,つがなく行い、勝利している。2018年6月26日、スマックダウンライブにて、ダニエル・ブライアン VS、ハーパーの試合中に、ハーパーのパートナーであるローアンが介入して、反則裁定になるが、なおも攻撃を続ける両者に対してケインが入場口より登場。協力して、ブラジオン・ブラザーズを追い払い法要を交わす。 GM であるページが現れ、2013年以来となる、チームヘルノーの再結成と同時に7月15日に開催する、エクストリームルールズ2018で、WWE スマックダウンタッグ王座を保持する、ブラジオンブラザーズとの王座戦を行うことを発表された。7月15日、エクストリームルールズ2018にて、WWE スマックダウンタッグ王座を保持する、 ブラジオンブラザーズに挑戦。試合前にケインが襲撃を受けたために、ブライアンが一人で試合に挑むことになり苦戦。中盤にケインが助けに駆けつけるも左足を痛めた状態であり試合を覆すことができず、最後にブライアンがローアンのスピンキックからが第義を決められ敗戦した。二人はそれぞれ個別に入場することが多いが、 揃って入場する場合経緯に合わせるのが普通である。ありがとうございます。